平地公園は、兵庫県加藤市東五瀬にある平池というため池を利用して整備された自然公園。平地公園のヘラブナ釣り層面積は66,213平方メートル。約2,000年前の種から目覚めたオーガハスを、はじめ、多種類の珍しい品種のハスや水ス蓮、花勝負、その他の水生植物、約2万本を一堂に集められ、水辺で観察。 鑑賞が楽しめるコーナーをはじめ、ため池では釣りもでき、ヘラブナや鯉が釣れる。児童館や図書室、屋外遊具コーナーもあり、家族連れが1日過ごすことができる。公園周辺は、ジョギングコースとしても整備されている。5月から9月までが花の見ごろで、オーガハスの見ごろは少し遅れ、6月下旬から7月上旬頃、マイヒレンは8月上旬まで。 入場時間の制限はない。入場無料。平地公園の大賀発植物学者で発の権威者でもある大賀一郎博士が1951年に千葉県千葉市の東京大学ケミガー高性農場内のお茶屋遺跡で古代のハスの実を発見し、翌年の1952年に開花に成功。博士の生を取って大賀発と命名されその後各地に移植された。 加藤市では、その子孫のハスの実15粒を、鳥取県農業試験場から譲り受け、増殖させて、平来公園で栽培している。花の寿命は、約3日間ほどと短く、早朝に花が咲き、午後になるとまた閉じてしまうという特性を持つ。開花直後は、濃いピンク色だが、日が経つにつれ淡いピンク色へと変化していく。3から4日で閉じることなく、花びらを散らす。 平地公園夏のフェスティバルは、オーガハスが満開になる7月中旬に開催される。例年7月中旬頃に平地公園夏のフェスティバルと銘打った祭りが開催され、約50の夜店がのきを連ね、例年約2000人の人手がある。小学生らによる演技や演奏、各手段体による踊りなど様々なステージイベントが行われ。 約150発の打ち上げ花火大会も実施される。ありがとうございます。